自分と合っていない参考書や悪い参考書を使ってしまうと自分が思うように伸びなくなってしまうんですよね。生徒さんもすごく伸びた3つの参考書をご紹介していきます。大家好、我是阿波蓮。皆さんこんにちは、アハレンです。今回は絶対に使ってほしい超おすすめな参考書3選というテーマなんですが、皆さんはよし中国語を勉強するぞと思った時にどの参考書を使おうかなとか、本屋さんには参考書がありすぎて結局どの教材を買えばいいんだよと思ったり、サイトで口コミを調べてみたけど結局迷って何も買わずじまいだったり、最終的にはなんとなく直感で買って後から後悔したみたいな経験はありませんか？はい、私はめちゃくちゃあります。自分と合っていない参考書や悪い参考書を使ってしまうと頑張って勉強してもなかなか中国語が身につかなかったり、単語力はあるんだけど文章が作れなかったりします。また HSK の筆記試験はできるんだけどスピーキングが全然できないというふうに自分が思うように伸びなくなってしまうんですよね。なので今日は私がこれまで観光庁、金融庁、水産庁などの職員の方々に指導していく中で、この参考書を使ってよかった、この参考書のおかげで生徒さんもすごく伸びたという3つの参考書をご紹介していきます。1つ目は単語帳、2つ目は文法の参考書、3つ目はスピーキングに使える参考書を順番に紹介していきます。これら3つの教材は今でも私が生徒さんにコーチングを行う時に使っていて、生徒さんからはこの単語帳を繰り返すだけで会話にも使えるようになりましたとか、頭の中で考えたことを中国語で表現できるようになりましたとか、使っている方はぐんぐん中国語伸びているので皆さんにも絶対に手に入れてほしいなと思います。早速本題なんですが、単語帳部門に入っていきましょう。皆さん会話するときに、あれ、あの単語中国語なんて言うんだっけとか、うわー単語が全然浮かんでこないという経験はありますか？そんな問題を解消してくれるのが HSK 基本語彙シリーズになります。これはやっぱり定番で裏切らないんですよね。この本は HSK 1級から4級用と5級から6級用の2冊でレベルが分かれているので、2冊でレベルが分かれているので1冊で4級までの単語を勉強できるのでめちゃくちゃコスパがいいんです。また自分の今のレベルに合わせて選ぶことができるっていうところもめちゃくちゃ良くて、この参考書の中身なんですが、それぞれのページの左側に単語が書いてあって、その横に例文が一言書いてありますというシンプルな作りなので、いつどんな場面でその単語を使えばいいのかというのがイメージしやすいんです。そしてこれらすべて日本語訳と拼音、声調までも記載されているので、どのように発音すればいいのかもわかるので初心者にかなりおすすめです。この本についてる CD は日本語訳がなくて中国語での単語のみが収録されているので、携帯にダウンロードすれば出勤時などに単語テストができたり、また隙間時間に単語力をつけることができます。そしてこれは YouTube で HSK 基本語と検索すれば単語と例文が収録されている動画があるので、発音成長チェック、シャドーイング練習までもこの一冊でできちゃいます。正直私はこの単語帳がめちゃくちゃ好きです。中国語講師成り立ての時からずっとこの単語帳使っていて、もう HSK 1級から4級あたりまでの例文はほとんど覚えてます。現在コーチングを受けている生徒さんにこの教材で毎日音読の課題を出しているんですが、生徒さんの音読を聞いていると、あ、今日は HSK 3級の名詞部分を読んでいるんだなとすぐにわかるぐらいなんです。生徒さんからの評判もすごく良くて、この単語帳のおかげで前より会話の時に浮かんでくる単語の量が増えましたという声をよく聞くので、おすすめして良かったなと思います。だから皆さんにもぜひ使ってほしいです。次は文法部門になります。皆さんは文法を勉強している時、初級の本では簡単な構文が勉強できても、なんでそうなのかがわからない、他の本では情報が少なくて理解が深まらないということってありませんか？そういう不満を全部解決してくれるのが中国語の構文になります。
これは本当にめちゃくちゃおすすめで、解説も例文も豊富でとても詳しく書かれています。おすすめの勉強方法が、まず冒頭にある簡単な解説を読んで8題ずつ問題を解いていきます。その後問題に出てきた文型を学習していくというものです。この教材の一番いいところというのが、間違った言い方やネイティブが使うような中国語表現なども載っているということなんです。しかも汎用性の高い例文が使われているので、そのまま丸覚えで会話にも使えます。ただこちらの参考書はピンインがついていなかったりもするので、初心者の方にはこちら新ゼロからスタート中国語文法編と併用して使用することをおすすめします。私も生徒さんにより詳しい文法の説明をするときに、この参考書を辞書代わりに使っていました。それぐらい網羅している教材なんです。あと完全に個人的な意見なんですが、こういったちょっと分厚い本が手元にあると安心感があるのでめちゃくちゃ好きです。そして次はスピーキング部門を見ていきましょう。スピーキングってどうやって参考書で練習するのという感じなんですが、一つおすすめできる教材があります。単語口語促成シリーズとなります。このシリーズは入門篇、上入門篇、下基礎篇、提高篇、中級篇、高級篇の6冊で構成されていて、基礎編までの3冊は日本語解説がついているので、初心者の方でも始めやすいですし、拼音も載っているので発音、成長も確認できて、どれか1冊は持っといてほしいです。また第1課、第2課とそれぞれ課が終わるごとの練習問題も充実しています。絵を見て短文を作ったりするんですが、実はこの練習方法って中国の小学生たちが国語の時間で実際に練習している形式なんです。私も小学生の時に先生が1枚の絵を出して、ここには何があるのかな、この人はどこで何をしているのかなと質問されたことを思い出しました。これは中国でもすごく人気な練習形式で、絵やイメージと言葉を頭の中で結びつけるので、会話の時に頭の中でイメージしたものが単語として浮かんできやすくなるんです。だから使える単語の量が増えて、表現の幅も広がってスピーキング力が上達していきます。上下間で同じ単語を何度も使っているので記憶に残りやすいんです。私の生徒さんでは入門編の上下の参考書が終了した時点で、中国語で簡単なやり取りができるようになりました。 CD は別売りとなっているので少し高いなと感じるかもしれませんが、このシリーズをマスターすればもう怖いものなしです。ここからは番外編で、私がどうしても紹介したい教材があるんですが、とりあえず簡単な中国語フレーズを覚えたい、中国の友達と少しずつ会話できるようになりたい、がっつりではなくて興味本位でちょっと勉強してみようかなという方におすすめの本になります。それが新ゼロからスタート中国語会話編となります。中国語のピンインや成長はもちろん、基礎的な発音部分を学習しつつ、挨拶やお詫びなどの簡単なフレーズを勉強した後で、日常生活の会話フレーズの勉強に進むという3段階構造なので、中国語を始めたばかりでちょっとチャレンジしてみたいという方におすすめする一冊になります。また章ごとに筆記の小テストもついています。巻末の方に常用単語がたくさん載っているので本当に実用的です。こちらには付属の CD はあって、ウェブ上でダウンロードすることもできます。日本語で章の番号の読み上げの後にゆっくりとした速さで例文、その後ロールプレイとなります。本文に出た単語は中国語での発音の後日本語で意味が説明されます。私も初心者の方とレッスンをしている時は必ず使っていました。本当に普段自分が中国の友達、またお母さんと話す時の日常会話がたくさん出てきます。なのでこれさえマスターすれば簡単な日常会話はできると言っても過言ではないです。はい、皆さんいかがでしたか？これ知ってるとか、もうすでに使ってるという方、あの参考書欲しいなって思った方もいると思います。でももちろん参考書や教材もすごく大事なんですが、毎回私が言っているように、中国語学習の主人公はあなたです。
だからいつも動画を見てくれている大好きな皆さんには絶対に中国語力を上げてほしいので、少しずつでも勉強して一歩でも理想の自分に近づいてほしいと思います。最近ダイエットの方法やモチベーションの維持で中国のサイトを色々と見ていて、すごくモチベーションが上がる名言が一つあったので、ぜひ皆さん聞き取ってみてください。では行きます。千万别小瞧了坚持的力量，哪怕是很小的事情，坚持久了也会取得意想不到的效果。という言葉なんですけど、訳せますか？簡単に言うと、継続は力なりという意味で、毎日少しでも勉強を継続していけば必ず夢は叶います。私が全力で応援しているので、この動画で少しでもよっしゃ頑張るぞという気持ちになってくれたり、私の動画が少しでも役に立ったら本当に嬉しいです。そして今では概要欄の LINE をタップすると7日間の無料中国語コーチング講座を受講することができます。中国語を本気で勉強して HSK や中堅を取りたい、中国を喋れるようになりたい、でもモチベーションが続かないという方はぜひ見てほしい無料講座になっています。この7日間の講座では本質的な中国語勉強ノウハウや学習する上でのマインドセットなどを発信して、実際に受講された方からは、アーレンさんの動画で中国語の勉強を開始することができましたとか、やる気がアップして中国を勉強するきっかけとなりましたなどの感想をいただいていて、かなり人気の講座になっていますので、ぜひ LINE で拝見してみてください。そして今日の動画を見てよかったなと思った方はいいねとコメントをお待ちしております。 YouTube の動画を作る心のガソリンです。はい、皆さん、じゃあ最後に私の家族をご紹介したいと思います。ラッキーさんです。ラッキーは野良猫で泥の中から拾ってきました。一緒にいても3年ぐらい経ちます。めちゃくちゃビビリなんで体震えてます。ラッキー大丈夫。ラッキー大丈夫。はい、またリスニングの時間になりました。皆さんぜひ聞き取ってコメント欄で教えてください。では行きます。猫咪的寿命并不长。对于我们来说，猫咪是我们人生中的一部分。可对他们来说，我们是他们的全部。好，那我们下次再见吧，谢谢大家。前より会話の時に浮かんでくるよ。前より単語違う。ラッキーも終わる。ラッキーも終わるね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ラッキー大丈夫。大丈夫。